それでは三次行列式の性質を前回見たわけですが、その性質から逆に、そのような性質を満たすものが三次行列式以外にあるかということを調べていきましょう。三次正方行列全体から実数への写像が次の1から4を満たすとき、FA は、前回やりました1から4ですね。多重線形性 そして、えー、単位行列における値が1という性質を満たす時、えー F、FA この写像はあ行列式そのものしかないとこういうことですねで、えー、これについてはですね、えー、課題用紙を皆さんにお配りします、えー <laughs> YouTube の場合は課題用紙をどこかに URL を貼りますのでそちらから取ってきてそれを埋めながら考えてみてください。で、一応逆回といいますか簡単な説明をしておくと多重線形性によって二次の場合と同様に27項の場ですね二次の場合は 2×2 で4項だったんですが三次の場合は 3×3×3 で この時各成分をから各列から一つずつ成分を選んでかけたものと、うん、その選んだものが I 番目 J 番目 K 番目であった時は EIEJEK の値ですね F のそのこの3つ組みにおける値をかけたものこ,うう、まあ、これはプラスマイナス1なわけですが、まあ、こういう形になります。 で、対価性、つまり等しいものが、EI、EJ、EK の中に等しいものがあれば、例えば E1 と E1、E2 とか、E3、E3 とか、E2、E2、E2、E1 とか、まあそういうのはあったらですね、それは0になるわけですね。ですから、結局、順列しか残らないということになります。 でこうなるわけですがここで123とか132つまり FE1E2E3 とか FE1E3E2 とかがどうなるかを決めればいいんですが例えば 123C123 は F の単位行列における値ですからこれは1になるわけですね。で、えー、例えば213や321や132というのは1回だけ123から入れ替えたものあるいは1回入れ替えると123になりますからこれらは全部マイナス1となります。 またこれからさらに一回入れ替えて得られる C の231や31には1となるわけですね。ということで、このサラスの公式で与えた定義の式がそのままでできます。で、この FE3 が1であるということをここを使わなければ結局 FE3×1 か -1 っていうのが出てくるので、 FE3、E3 FE、e、における単位行列における値かける行列式という形が出てくるということもこれでわかります。